れなんかのイベントなんだこれ。うっそうとしてんな。はい、今こっから登ってきて
分岐です。右と左に分かれます。左のこっち行くと安達太良の山頂方面、右のこっちに行くと籠山方面で滝があるっていうんで、こっちを行きたいと思います。あれだね、ゴールの滝ってやるっつだ。なるほどね、はいはい。はい、ちょうど GoPro のバッテリーが切れたんで交換してました。結構ぬめりがあって、しかも岩が脆くて崩れやすいんですよね。ちょっと歩いてるとき一箇所ガラッて浮きしあったので、さてどうしようかなーって感じです。ここ行けんじゃねって気はするけどね。これ剥がれそうだな。持つかな。怒ったらアウトだろうな、これな。フィンガーで、ここを入れて、かな。持たねえ気がすんな。とりあえず一旦休憩します。曇ってきたなぁ。なんか食べようかな。とりあえず一本満足バー食べてみます。さて、昼食も済んだので、滝もね、いろいろと今までの先人たちの苦労の跡とかを見ました。今日はね、滝はね、我が友のために取っておいて、その脇のこっちのルートを通って、終わりにしたいと思います。これが俺からの100回目の安達太良へのプレゼントです。どうも、そんな楽かっていうとそうじゃないですよ。いつ打ったか分かんないハーケンとか、これこんなロープ使えないよね。危なくてしょうがない。やれやれ、こんな100回目のお祝い参考になりましたね。ここはもう
キャンピングで行くかな。はい、適当に、クリアしていきたいと思います。にしても曇っちゃって残念だな。よっと、いやいや結構疲れたね。ところどころに新しいハーケン売ってあるから来てんだね、ここね、人。よっと、いやいや石がもろい、もろい、もろくて危ないわこれ。危ないっすよ石、ほんと。ここまで来ちゃうと、まあまずまずかな。下はこんな感じです。だいぶ GoPro の守ってるガラスが傷ついちゃったな。まあいいや、さて詰め上がりますか。とりあえず詰め上がってみまして、まあそこはさっきの滝の場所ですね。籠山が多分そっちなので、まああと 500m もそこをすれば多分沢は終わりなんでしょうね。せっかくだから一回詰め上がってきたんですけど、また降りて沢を上がっていきたいかなと思います。はい、じゃあそんな感じでいきます。はい、戻ってきました。ちょっとですね、さっきの沢の滝の入り口戻ってみます。せっかくなんでね、どんなだか 見るだけ見ておきます。落ちたらシャレにならんからね、ちょっと気をつけて。ははは、こんな感じ。よし、じゃあ行きますか。改めてな。これも結構釣れんだよね、この岩も。
これで終わりかな。まあだいたい詰め終わった感じかね。もう両側が崖なくなっちゃったし、さてさて、矢はずに人がいるな。ははん、まあだいたいこれが終わりの滝かね。はあ、終わりの滝滑るかな。まあ滑るけどなんとかなるか。ダメです、滑ります。今滝だからやっぱ直通したかったよね。滑ったけどやりました。着せずして大草原に出ました。はあ、ここがほぼラストですね。もうちょっと水は続いてるけど、こんなとこあるんだ。苔かな、これ苔の石っぽいですね。ふう、綺麗だな。お、これ登山道に合流じゃね。はい、登山道合流。トラロープに足を取られた。どこでしょう。ああ、なるほどね。あれ安達太良の山頂だわ。で、ずーっと来て、やっぱやはずだわ。はい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 。で、こっち行くと黒金だね。どうしようかな、安達太良の山頂。ね、まあ今日は登んないでいいやって思ってたし、100回目の男がいるから。そしたらですよ、今日は100回安達太良に登った男に敬意を表して、滝譲り、安達太良山頂譲り、ここで戻りやーす。まあただカゴはね、俺好きなんで、カゴだけはちょっと登らせてもらってそのまま帰りますね。おーい、じゃあ靴取り替えます。じゃあ着替え終わったので、登山道戻ります。よっと、はい、峰の辻到着。よっと、よし、さっさと籠山行って降りるか。あれが俺の好きな籠山です。好きな理由はまあちょっといろいろあるんですけど、いずれ機会があったら お話しします。籠山、はあ、あれが薬師だな。で、ずっと稜線を来て安達太良、牛の背、馬の背、馬の背こっちだけど、矢はず、決断、うん、いいね。よっと、どうに合流。あとはまあゆるゆると降りましょうかね。峰の辻から静止平へ向かう道です。合流、静止平合流と。こんにちは。いやー、このショートカット早いわ。よいしょ、こう登ってる人が多いんだな。土曜日だし風も強くないしね。今日のイベントはなんかスキー場出発して馬車道通って
安達太良山頂まで行って戻ってくると往復10キロ。ここは場所どう？よし。湯川まで戻ってきたな。はい。おう、懐かしの、お久しぶりです。How do you do?フィニッシュまで 300m。 よくわかんないけど走ってみっか。栄光のゴールライン、あと300が聞こえるんだけど。え、曲がっちゃってる雰囲気になってんだけど、いいのかなこれ。すみません、一般です。いや、全然。ナイスラン。ナイスラン。いや、そらね、こんなん持って走ってたら、あそこのゴールラインは。くぐらせてもらえないっしょ。ナイスラン。いやー、なんかね、成し遂げたって気持ち、なぜかなってしまいました。何もしてないんですけどね。